アナログコンピュータとは、講義には、電子式アナログ計算機の総称である。この記事ではそのうちの、演算関数型などと分類される加算や、微積分といった演算を行う、電子回路要素により、微分方程式の解を求めるタイプの、真空間式の演算増幅器を使った、微分方程式解析装置について解説する。以下では、特段の記述のある場合を除き、 アナログコンピュータは、そのようなもののみを指す。直接掃除型など、その他については、アナログ計算機の記事も参照のこと。アナログコンピュータは、様々な物理現象を方程式に表して、その物理量を電圧に対応させて入力し、演算結果出力を操作者が、元の物理量に還元して使うもので、線形現象だけでなく、非線形関数も実現でき、 特に微分方程式の過渡回を簡易に出力できるので自動車開発設計や電気回路、送電路などで過渡現象の解析などに徴用され成果を上げた。それまでは裁量特性を得るのに実物の施策が多数必要で全条件にわたる網羅的施策ができなかったものがアナログコンピュータによる一種模擬実験で良好適切な特性を詰めてから試作に書か,かれるので 高品質製品の試作工数が激減できて、開発設計作業が大幅に効率化された。ヒースキット EC-1 アナログコンピューター、多元連立方程式を解くことも可能だが、任意の定数設定で、微分方程式を解いての過渡現象を表示できることの、際だった有用性が支持されて普及したもので、工学系大学の学部生への講義や、工業高等専門学校や、 一部工業高校の授業で微分方程式の解法としてのラプラス変換、伝達関数、基幹制御理論と合わせてアナログコンピュータの使用法が教育されて広がった。学生が物理現象を微分方程式に表してその解を求める具体的な演習教材として非常に適していたからだ。1960から1963年には教育用として簡易ではあるが、 アナログコンピュータヒースコート EC-1 が完成品400ドル、組み立てキット199ドルで売り出されて日本のアマチュアセミプロ向けラジオ雑誌、ラジオ技術にもグラビアと連載解説記事で紹介されている。アナログコンピュータの最も重要な要素であるオペアンプは今日では IC 化されブラックボックス的に扱われることも多いデバイスだがその基礎技術は 真空管時代に開発されていったものである。まず1920年代の末に、ブラックによる不機関アンプによって、代理特のアンプを不機関で制御して、望みの倍率を得るという構成が現れ、1930年代に作動回路の発展があった。演算をする電子回路という発想が明確に現れている特許である。 サミングアンプリファイアの出願されたのが1941年だが、戦争によりその後悔は戦後となっている。兵器への応用のために、戦時中に発展の大きかった分野の一つで、連合側では M9 ンディレクターという高射式装置に使われたものや、数軸側では V にミサイルとして有名な A4 ロケットの初期制御や、V に計画に必要な計算用に使われた。 ヘルムート・ホルツァーによるものがある。そういった技術がアナログコンピュータとしてまとめられて、日本へは1953年頃伝わって、日本電機、日立、東芝など電気各社が製品化して普及し各界で徴用された。その後は全領域の模擬実験が自動でできるデジタルコンピュータでのコンピュータプログラムによるシミュレーションの急速な発達で、過渡現象も解析可能となった。 演算条件を手動設定するか、大規模な機械式部分を含む自動設定装置に頼る必要のあるアナログコンピュータは1980年頃の一般真空管の製造中止もあって、開発研究中の直増幅機型とか半導体オペアンプ式も量産製品化されずにアナログコンピュータ全体が寿命として廃れて歴史的機材となった。しかしながら、 磁気増幅器型は大電力を直接制御できる能力があって、プロセス制御の組み込み型には、使えるし、計測制御バスであるハッピ部などの普及で、演算条件設定が自動化できる環境ができてきて、リアルタイムのテストができて、教育用にも適することは変わっていない。アナログコンピュータの構造は、主に真空管による演算増幅器と抵抗器、コンデンサー、ダイオード、 ポテンショメーター、乗算機、標準電圧源、リレー接点などを、接続端子板で、パッチコードでつないで組み合わせ、符号反転機、係数機、加算機、積分機、非線形応答要素、遅延装置などの演算要素を構成し、それらを組み合わせて、方程式を構成し、演算させて、過渡回と定常回を求め、ペンカキレコーダーやオシロスコープの CRT 上と、 電圧計に出力させるものである。特に他の方法では求めにくかったカトカイが簡単に求められることで徴用された。リアルタイムでカイが求められるペンカキレコーダーは大変高価だった。このため簡易型として、時間軸変換して、オシロスコープ画面上にちらつかない頻度で繰り返し、表示させるものが現れこれが高速型、繰り返し型と呼ばれた。 それに対してペンカキレコーダーを使って、短時間で回を表示できるものを、低速型と呼ばれた。最も簡易な高速型では5曲3曲間 6U8 単管や 6BL8 単管で、演算増幅器を構成して60デシベル程度の増幅度のものが作られ、低速型では120デシベルから130デシベルの増幅度の演算増幅器が作られた。その倍余りもの利得の違いは、 演算誤差の相違に反映されていた。演算増幅器は、反転増幅器が用いられて、入力側に接続するインピーダンス ZI と、出力側から帰還させるインピーダンス ZF の比が、ほぼ全体の伝達関数 G イコール ZAF、ZI となる。すなわち、入力側が抵抗切りで、出力側が抵抗器 RF だと、符号反転係数機で、伝達関数は、 g イコール rf, ri となる。入力側抵抗器が複数個並んでつながれると入力数単子数だけの加算器機,機能が加わる。出力機関側をコンデンサー c に交換すると、いわゆるミラー積分器を構成して、伝達関数は g イコールとなり cr 積分回路が有効になる。折れてん周波数がミラー積分回路とすることでのに落ちて、 積分誤差を大幅に小さくしている。積分の係数をマイナス1にする CR の値は 1Mω1 マイクロファラドが標準的な値だった。繰り返し型ではもっと小さな値を用いて積分の係数を大きくしている。入力側抵抗器が複数個並んでつながれると、やはり入力数単子数だけの加算機機能が加わって、符号反転係数加算積分器となる。 なお微分器は入力側をコンデンサー C、出力機関側を抵抗器 RF とすれば伝達関数 G イコール CRFS として理屈の上では構成できるはずだが現実には広域の増幅特性が特に要求されて演算増幅器の周波数特性が障害となってそれ以上高い周波数領域の演算ができないこれにより通常は アナログコンピュータの構成要素として微分器は使わないで方程式を積分型に整理して設定することで演算誤差を抑制、回避している。また、反転増幅器の使用により演算要素ごとに極性が反転するのでプログラミングがややこしくなるが教育訓練用に限れば演算要素それぞれに符号反転器を接続することで解消されるから扱いやすくなる。 反面、演算誤差を増し、2倍の数の演算増幅器が必要になるので少しでも演算精度の欲しい実務では逆極性のまま演算させて不合反転機使用をなるべく避けている。非線形関数としては、対数、乗算、事情、肩利き、飽和、俯瞰体、折れ線、等様々な特性を標準電圧電源と二極間、半導体ダイオードや分圧抵抗、 演算増幅機、専用ハードなどにより実現している。この部分は各現場の自作ハードであることが多い。また、遅延要素も必要だが、後のデジタル計算機のような自由度は実現できなかった。基本的に演算増幅機の利得が各演算要素に必要とされる利得以上の場合に機能が有効で、そこを外れた領域では動作できない。実施用では、 この有効範囲を意識しながら解析を進める必要がある。積分器の広域周波数限界はかなり高く取れるが、微分器では演算増幅器の周波数特性がすぐに微分に必要な周波数に足らなくなり、動作の上限になってしまう。低い周波数側は、選出 CR の折れ点角周波数ののが CR 自定数から来る積分加減角周波数であるが、 低速型アナログコンピュータの場合には、コンデンサーのリーク電流などによる各周波数制限が先に効くことがある。加えて、扱える信号レベルの加減は演算増幅機のノイズレベルまでで、そこから飽和レベルまでのダイナミックレンジ内での演算が可能である。ペンガキオシロスコープ出力の低速型では、演算増幅機のドリフト誤差を特に嫌って、直流増幅機に 機械式のチョッパーアンプが使われた。繰り返し型では交流増幅器を採用するものもあった。半導体式のアナログコンピュータが製品化できなかったのはトランシスターが電流制御素子で入力インピーダンスを上げにくかったこととドリフト抑制にまだ問題があったためアナログコンピュータは過渡回を求めるのに大変能力が高いが定常回だけを求めたい場合などで 係数機には、過渡回を短絡する小容量のコンデンサーを、出力機関が抵抗機に並列に接続して、動作の安定化を図ることがある。これは高感度演算増幅機に設定条件次第で、不安定が残る場合に、現場の知恵として利用した。以上の構成要素に、標準電圧と、定数設定ポテンショメーターとで、方程式を構成させ、各部の電圧出力を、 出力装置であるペンカき記録系や簡易にオシロスコープ状に描画させるというのが基本構造である。解5。MRK 化と減少解析解6。LRC 化と減少解析微分方程式の解は、減少開始当初の過渡解と無限大時間経過後の定常解の和として表せるが、アナログコンピュータの最大の利点がこの過渡解を目視できることで、そこが、 設計開発現場への普及の原動力となった。等加速度運動一様重力などによる、加速度 α 一定の場合の速度 v1y を求めると、重力加速度 g を単純に2回積分すれば、落下 1y であるから、v イコール gt、y イコール vt イコール gt となって、重力加速度 g の1回積分で、落下速度 v2 回積分で、落下高度 y 算出され、 つの構成で、方程式の解として1段目で直線のランプ関数、2段目の積分で放物線が表示される。MRK 振動化等々 MRKX イコール F を解くために変形し、図、解語を構成する。LRC 振動化等々 LR、すなわち式 D2X、d t 2オメガ2 x イコール1を解けば、X イコールコサインオメガ d デラックス、 dt イコールオメガシンオメガ t d に x dt にイコール1オメガ2コサインオメガ t といった単振動解が得られるはずだが現実には様々な誤差により減衰するこの減衰度合いで円算誤差の程度を判定する積分器の入出力をオシロスコープの x 軸 y 軸につなぐと完璧な積分器であれば円誤差があると次第に直径が小さくなる螺旋を描くことから サークルテストと呼んだ。機械式の微分解析器の性能、を機能テスト用に、また、デモンストレーション等にも使われることが多い同盟のサークルテストと同様の単純な単振動解となる式を利用したテストである。多元一次連立方程式の一般解としてはその、係数の行列で作る行列式イコール、クロネッカーのデルタで、機械的に解が算出できるので、 プログラム電卓の組み込みプログラムになっているほどで、定常回を一つ一つ電圧計で読み取るアナログコンピュータの出番ではない。アナログコンピュータの解説書には大抵解放の記載があるのだが、まず使われなかった手法である。交流回路のオームの法則として、 複素数表示を導入した演算で、交流回路での微分方程式の定常解が、位相関係を含めて簡単に解けてしまうことから、その目的だけのためにアナログコンピュータを使うことは、まずなかった。工業系学校で主に教えられて、工業高校電気科2年時、電気理論2から、機械科3年時、電気一般、工業大学電気科、電気回路論などの授業があり、 計算小実施の電気事業主任技術者試験も複素数計算前提で出題されているが、非効果系では採用されていないことの多い計算方法である。したがってアナログコンピュータは微分方程式の過渡解を求める高い能力が徴用されることになり、アナログコンピュータの参考書も微分方程式解放中心に構造や設定上の注意を解説している。 工業製品化された真空間式アナログコンピュータは教材用や研究必要として用いられるだけでなくユーザー自身作成の構成法次第で自動車の振動解析など工業製品の開発設計や送電線ロムーの解析にと後半多彩に用いられているその汎用性が研究室レベルにとどまらず工業大学工業高等専門学校 一部工業高校で成果の授業で取り上げられた理由であり、一品生産ではない量産商品として、キースキット社から教育用アナログコンピュータ399ドルが売られて、その組み立てキット199ドルも売り出される背景となった。ありがとうございます。